燃料倉庫までの工事工程に見通しが立ったことから燃料倉庫予定日を2025年6月10日として記載し、本日の午後使用前確認変更申請を行う予定でございます。柏崎刈羽原発では7号機への燃料倉庫が4月に行われ、設備面の最終的な検査が完了しています。これに続いて6号機でも安全対策工事の見通しが立ったため、来年6月10日に燃料倉庫を行うことを決めました。東電の発表と同じ時間に定例会見に臨んでいた花角知事は、ちょっと発表の内容を承知してないので何とも言えませんが、彼ら事業を進めたいんでしょうから、しっかり安全を確認しながらやっていただきたいと思いますね。東電は6号機の再稼働の時期については燃料倉庫後の工程が見通せないため未定としています。